ぜひともね、パリオリンピック頑張っていただきたいと思います。谷口修司の四日市向上委員会。皆さんこんにちは、四日市市議会議員の谷口修司です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、いよいよ7月27日から始まるパリオリンピック、ここにですね、四日市出身あるいは四日市にゆかりのある選手4人出場されることになりました。おめでとうございます。この4人の方を知っていただいて、ぜひ一緒に応援をしていただけると嬉しいなと思っております。まず紹介をさせていただきますと、1人目、体操女子岡村選手、四日市の暁高校で四日市大学ということで、四日市にですね、様々活動の拠点を置いてもらってますし、四日市は最近体操の街なんていうのもね、言われてまして、四日市にある総合体操クラブっていうところが非常に活発に体操をやっていただいてまして、全国で活躍する選手が育っているということで、この岡村選手もこの総合体操クラブの出身一人でございまして、四日市で活動拠点にしてきた岡村選手が四日市背負って頑張っていただけると嬉しいなと思っております。続いて2人目、レスリング女子53キロ級藤浪あかり選手。ここはですね、私非常に思い入れが強い。なぜかって言いますと、実はこの藤浪選手、私のですね、小学校、中学校の後輩なんですよ。地元も非常に近くて、お父さんもお母さんもよく知っている、そういった藤浪あかり選手ですので、四日市の中でも割と郊外なんですよ。もう山とか川とかがあるこの町から世界で戦う、世界一が非常に近い、こういった選手が生まれるっていうのはね、本当に嬉しいことでもありますし、この期待の高い藤浪選手、レスリング53キロ級女子金メダル大いに期待をしておりますし、四日市でもですね、非常にこれは盛り上げて頑張っていきたいなと思っております。続いて、ラグビー女子水谷選手。実は四日市ではですね、パールズっていうですね、ラグビー女子のチームがありまして、ここもですね、全国的に活躍する、なんならリーグ優勝もしたことがあるチームがある、この本拠地四日市なんですけども、この四日市で生まれ育っておりますので、活躍も非常に楽しみなんです。ラグビー女子水谷選手大注目なんです。そして最後、競泳男子 4×100m リレー、ここに出るのが谷口選手。なんか親近感湧きますよね。決して親族関係ではないんですけども、谷口選手も四日市で生まれ育って、でそして四日市でですね、幼少期非常に水泳をですね学んで、そして全国で活躍して、今回オリンピックということになりました。実はこの谷口選手が小学校中学校でスイミングスクールに通っていたんですけど、このスイミングスクールがなんと津田スイミングスクールっていうことで、私の前職が学校法人津田学園っていうことでありますので、津田スイミングスクール、ここでね、小学校中学校トレーニングを重ねていたこの谷口選手が、なんと今回オリンピック出場ですよ。すごい。競泳の 4×100m リレー、毎回毎回盛り上がる種目でもありますので、ぜひ谷口選手にもですね、大注目をしていただきたいと思います。今回ね、四日市出身あるいは四日市にゆかりがある選手4人も出場がされるということで、四日市上げてね、盛り上げていかなあかんなと思っておりますし、もちろん四日市の市役所ドーンと正面から入ると、この4人の横断幕がありますので、四日市市役所に足を運んでいただいた方にはですね、見ていただきたいと思いますし、7月27日から始まるパリオリンピックなんですけど、もちろんパブリックビューイングっていうのもですね、行っていく予定なんですよ。パブリックビューイングの予定ですけども、日程出ておりますので、ぜひ皆さんご覧ください。こんな感じなんです。まあ、上からですね、体操女子っていうのがいきなりですね、7月の28、29日の土曜日曜で開催がされます。まあ、ちょっとね、夜中なんですよ。夜の9時から明け方にかけてなんですけど、予選で、さらには7月31日は女子団体、まあ、体操のですね、競技が行われます。様々競技日程が岡村選手の書いてあるんですけども、パブリックビューイングは四日市市の総合会館視聴覚室っていうところで行われますので、四日市の市役所のすぐ横にある建物なんですけども、ぜひね、まあ、家でテレビを見て応援するのもいいんですけど、多くのね、市民と一緒に応援する、これもまたね、ひときわ盛り上がる
一つでありますので、ぜひ足を運んでいただけると嬉しいなと思っております。次、レスリング女子53キロ級の藤波あかり選手。ここはですね、なんとパブリックビューイングの会場が下野小学校なんですよ。私の出身母校です。地域の人たちと一緒に盛り上げていこうっていうことで、もしかしたら四日市では初めての取り組みなんですけども、藤波あかり選手の母校でもありますので、多くの市民のみんなと一緒に応援をしていきたいなと思っております。もちろん私もですね、この会場には足を運んで地域の人たちと一緒に盛り上げていけたらなと思っております。ただこれね、藤波あかり選手の決勝金メダルがかかるかどうかっていう、このね、非常に大事な大会、実は朝方なんですよ。8月の9日金曜日の朝4時っていうことになっておりますので、当日は朝方4時、まだ真っ暗かなと思いますので、気をつけてね、来ていただきたいなとは思っております。多くのみんなと一緒にね、盛り上がっていきたいと思います。そして次、ラグビー女子水谷選手。実はパブリックビューイングは桑名市で開催されると聞いております。ラグビー女子は7月の28、29が予選、7月の31水曜日が順位決定戦で、そのまま7月31日決勝ってことで予定が組まれておりますので、ここについてはちょっとパブリックビューイングの会場桑名市っていうことで、ちょっと詳しい詳細は入ってきてないんですけども、ホームページ等も確認していただいてですね、パブリックビューイングの会場で応援する、これをまた一味違った感動、もしくは盛り上がりになっているかと思いますので、ぜひ足を運んでいただけるとありがたいなと思っております。続いて、競泳男子 4×100m メドレーっていうことで、谷口選手が出場される予定なんですけど、これのね、パブリックビューイングは四日市市の総合会館視聴覚室で行われます。日程はですね、8月3日土曜日、まあ、これがね予選で、8月5日の月曜日が決勝ということになっておりますので、時間帯もね、ここに詳しく載せておきますし、日時とか全て載っておりますので、ただね、あくまでも予定ではあるんですけど、概要欄に詳しく貼っておきますので、チェックしていただけるとありがたいなと思っております。ということでね、今回四日市から4人出場されるこのパリオリンピック、7月27日からいよいよ始まっていきますので、ぜひね、多くの皆さんと一緒にね、盛り上げていけたらなと思っておりますし、まあ、それぞれ選手パブリックビューイングっていうのも開催していきますので、お近くでありましたらぜひ足を運んでいただいて、多くのみんなと一緒に感動を分かち合い盛り上がっていけたらと思っております。私個人としてはもちろん、このレスリング女子53キロ級の藤波あかり選手、地元の後輩でもありますので、下野小学校におけるこのパブリックビューイングを盛り上げていけるように、まあ今も地元の皆さんと一緒にね、いろいろ会議を進めながら、どうやって盛り上げていこうか様々議論をしておりますので、ぜひ皆さん近くの会場に足を運んでいただきたいとともに、藤波あかり選手のパブリックビューイング、下野小学校で初めて行っていきますので、ここにもね、ぜひ足を運んでいただけると嬉しいなと思っております。下野小学校のパブリックビューイングの映像もこんな感じで盛り上がってますよっていうのを、この私のチャンネルを使ってライブ配信をね、していきたいなと思っております。まあ、まだこれは予定ですので、できるかどうか分かりませんけど、なかなかね、会場まで足を運べない方もいらっしゃるかと思いますし、とはいえぜひ一緒にね、感動を分かち合いたい、共に盛り上がりたい、そういった方もいらっしゃるかと思いますので、藤波あかり選手のパブリックビューイングについてはこのチャンネルでもライブ配信やっていこうと思っておりますので、そちらもまた楽しみにしていただけたらと思っております。ということで、本日は7月27日から始まるパリオリンピック、四日市出身、四日市ゆかりの選手が4人いらっしゃいます。この4人ぜひともね、パリオリンピック頑張っていただきたいと思います。四日市市民、もう四日市超えてですね、多くの皆さんで応援をしていきたいと思っておりますので、ぜひ皆さん一緒に応援をしていきましょう。本日の動画はこれまでとなります。ありがとうございました。頑張れ日本。